とことんとこいとうとアシスタントのくーちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は7月の25日木曜日になりますよ。今日はですね、かねてからとこさんが育てていた無農薬無肥料で育てていたカラーピーマン、ね、はい、カラーピーマン、こちらのフルーティーピーマンというものが大きくなりました、ね、ちょっと色がね、ここまで真っ赤っか真っ黄色ではないんですけども、ちょっとね傷んできてしまっているので、もう収穫しちゃおうと思いますどうかなくーちゃん。うーん、大きくなったねそうだね、一回ちょっと取って食べてみようと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、皆さんにご覧いただく前にどのような感じで植え付けたかをご説明していこうと思います。この枯れ木とか枯れ葉でこんな感じで四条菌たっぷりの土の袋に植え付けていきましたよ。もう肥料分のない土にこんな感じで枯れ葉と枯れ木で植え付けました。いかがでしょうか。大きくなるかなと思って楽しみにしてたんですけども、なんとなんと穴が開いてきました。あれれれれと思って害虫近くにいないかと探してみましたがいません。ちょっとこんな感じで透明のマルチングをしたのに穴が開く、なんだなぜだと思って探していても見つからない。芋虫も何もいない、なんだろうと思ったらナメクジでした。夜ナメクジがもぐ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 食べてたので退治しましたよ。まあそんなこんなでナメクジに食べられながらも大きくなりました。ちょっとずつちょっとずつ無農薬無肥料で大きくなってきましたよ。ねえ、もう普通のピーマンよりも大きめですけど、どうでしょう。なかなか色づかないなと思って見てたら、2週間、3週間目ぐらいでしょうか。ちょっとずつ、ちょっとずつ色がつき始めたなと思ってたんですけども、なかなか真っ赤にはなりません。この暑さで傷んできたので今日収穫となりました。ざっくりと、うわ、うん、大きくはなりましたねこちらは、うん、よいしょと、はい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 、こちらはね若干、うん、小さめですけれどもどうだろうね、これこの辺結構真っ赤ですからね、ちょっと食べてみましょうか。はい、パクッ、うん、確かに甘いね。こちらの超甘いフルーティーピーマンって書いてありますけどもね、え、うん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 、あ、確かに甘いかもね。え、まあフルーツかって言われたらフルーツではないかもしれませんけども、ピーマンにしては相当甘い気がしますね。え、完熟果の最高糖度は10度って書いてありますけれどもね、え、ちょっともう一回食べてみましょうか。うん、あ、確かにほんのり甘いです。うん、例えるならちょっとなんだろう、ちょっと甘みの少ない梨かな、うん、そんな感じです。
うんうん、でもなかなかいいですね。とこさん、初めてね、自分でね、野菜、いつもはバラを育ててますけど、野菜育てて無農薬無肥料で自分で食べるっていうのはなんか醍醐味ありますね。うんうん、なんか健康になってきた気がします。こちらじゃあ行きましょうかね。はい、ダベン。ちょっとこちらね、まあちょっと緑色ですけども、はい、ちょっとなんかね、傷んできてしまってるんで、ちょっと早めですけど食べてみますか。うん、うん、こちらもね、なかなか甘みが強いですね。うん、うんうん、うん、こちらはこちらでほんのり甘くて美味しいです。うん、例えるならちょっと甘みの少ない梨という感じでしょうかね。うんうん、うん、両方ともなかなか甘みがあって美味しかったです。ぜひ皆さん育ててみてください。